GE フィナンシャルサービス株式会社は、かつて存在した、米ゼネラルエレクトリック系の総合リース、法人金融会社。2010年1月1日付で、GE の日本法人である、日本 GE 株式会社と合併し解散。経営破綻した日本長期信用銀行系の総合リース会社、日本リースを GE が1999年に買収したことにより発足。 2001年に社名を GE キャピタルリーシング株式会社に改称したさらに2008年には社名を GE フィナンシャルサービスに変更し翌2009年に同じ g グループ会社の GE サイオクレジット株式会社 GE フリートサービス合同会社 GE コマーシャルレンディングジャパン株式会社を統合したことにより 日本における GE 法人金融部門の統括会社として位置づけられることとなった。現在は日本 GE の総合法人金融部門として、設備、資産のリースファイナンス、オートリース、車両管理、法人向き融資、医療機関向けファイナンスなどの幅広い事業を展開している。ABGE、日本における金融サービスに法人を合併日本、GE コーポレート、 コミュニケーション本部29セプテンバー2009省内銀行と GE キャピタルリーシング法人向け金融サービスで業務提携日本 GE コーポレートコミュニケーション本部25エープリル2006 GE フィナンシャルサービスと GE 産業クレジットが合併日本 GE コーポレートコミュニケーション本部01オクトーバー2008ありがとうございます